皆様こんにちは。ホロス松尾クリニックの院長の村上です。薬剤師中尾です。よろしくお願いします。先生、最近ですね、もう医療費がいよいよ40何兆円とか出上がって、それで、まあ国家の医療財政もそうなんですけど、そういうふうに医療費にいっぱい投下してもですね、健康な人が反対になんか減ってるような気がして、このままではひょっとして医療ってどうなるのだって、ちょっと私薬剤しながら不安に思ってるんですけど、どう思われますか？破綻するでしょ。破綻に向かっていると言って間違いない、というのは、病気になるプロセスっていうのに目を向けないで、病気になった結果、病気だけを見て、病気を主に薬、手術、放射線もそうですけども、主に薬じゃないですか、薬で病気をコントロールしようという発想が現代のベースになっているので、医療費が絶対上がると、医療費が上がるように、病院が経営が成り立つように、お医者さんが飯食えっていけるように、病気だけを見て、コストが上がっていくですよ、ね、っていうのが現代のシステムなので、破綻に向かっていくですっていうと思います。どんどん、特に薬剤量なんてもう高いやつだったら1アンプル200何十万とかするやつもあったりしてですね、なんでこんなに高くてもとか、逆にその分僕は予防の方になんかお金使った方がより患者さんの元気になる気がするんですよね。現代医学の発想っていうのは、医学生の、6年間勉強しますけども、その最初の2年間くらいは解剖学とか、組織学とか、生理学、生化学っていう人間のメカニズムを、肉体のメカニズムを勉強するわけですよね、で2年目の後半、あれ3年から専門に入って、内科外科、産婦人科とか眼科とか耳鼻科とか各科に分けて、で何をするかというと診断学、病気を同定して、でどうするか、薬で治そうとするわけですね、でそのなんで病気になるのかって、その発病のプロセスを一切、せっかく基礎医学で生理学、生化学で勉強してるんだけども、その生理学的な、メカニズムを利用して、人間がどういうふうに生きてるのかっていう知識を利用して、より健康にしようとする発想が現代医学に全く欠けているから、こういうことになる、あとその現代医学の経済のベースは薬、医薬品メーカー、で大手医薬品メーカーが学会をこうリードしていったり、医療経済を推進していきますので、医療費のコストが上がる一方だと思います、このままでは日本の経済どんどん逼迫する分かれたと思います。ですよね。いろんなそういうことに気が付き始めているお医者さんが今増えてると思うんですね。そうですね、ぜひそういう目で見てほしいなというふうに思います。今日はどうもありがとうございました。